この子が来ました。あー、なるほど。誰とテレビ電話すれば、この中が見てるわ。いや、この中とテレビ電話決めたぞ。すごいな、これな。これ録画してます。綺麗になってるかも。あ、ちょっと薄い。あ、2回目、今2回目ですね。あ、薄い。汚れがちょっとずつ落ちてきてる。あ、でも違うか。いや、ちょっとね、そうでもなかった。そうでもなかった。あら、そうでもないね。さすがハイエース。綺麗になるまで、ずっとやらないです。やらないですよ、多分。大丈夫です。ります。加藤さんから衝撃的な話があって。何でしょうか。見て、はい、普通は汚れ見えないんだって、はい、だけどこのハイエースは、はい、見てもうすぐ汚れが見えたからびっくりしたって言ってた。普段ないですよね。ないですね。裏の方が汚れてて、うん、その汚れが落ちるっていう、あ、なかなか感じなんですけ ど表も汚いっていうのは初体験ですね、私は。プロの方でも初めてってすごいことじゃないですか。初体験だから、もしかしたらバケツが10個はちょっと足りない可能性も出てきたかもしれないです。次ね、なんか色ってよりゴミがすごいですね。ゴミがすごい。ゴミもすごい。エアコンフィルターなかったので、ゴミが直接ここに詰まっていってる感じなので。1回目、2回目、3回目。油みたいな色してる。フィルターがないから、どんどんゴミが蓄積してって、はいはい、水詰まりしてるのかわからんけど。はい。ちなみに、一般の汚れな別格だね。別格っすね。追加で洗剤を作るんすか。つけます。だいたい何回ぐらいで切れないの。あ、他の中より切れない。だいたいは、だいたいは、はい、やばいっちゅうことっすね。やばいな。ポカリスで止めてる。これは僕に注意してる。だいたいポカリセスト飲まないで帰れたけど、飲まないで帰れないって。これ、はい、4回目です。さあ、どうなってるか。おこれはさすがに綺麗になってる。おお、もうすげえ。ほぼほぼ透明じゃない。飲めそうではある。確かにゴミの数めっちゃ変わらないんだ。これがフィルターしなかった、なんかあれか、透け感綺麗。ほぼ透明まで持っていくんですか。透明まで、透明まで。本当はここで終わってるんですよね。一般車両は大体延長するんですか。延長1回。延長1回。じゃあ5回戦突入です。5回戦突入ですね。全然違う。これなんでこんなにゴミが出てくる。まだまだいきそうっすね。まだまだいきそうっすね。パンチ、はい、延長2回終わったけど、あれあれ、まだまだいけそうってよ。どうするかも。これバケツ足りますか。バケツあと2個しかないよ。これはちょっと大変なことになってきます、うん、はい、6回戦の延長6回。あ、まだまだまだだ。まだ汚れてる。だんだん綺麗になっていってるのは分かるんだけど、1回戦目と比べたらすごいね。全然違う。全然違いますね。全然違う。ちょっと今パンチやっていいそうなんで、はい、やってみますか。やってみます。はい、じゃあやってみましょう。お願いします。道具が映らないようにパンチの表情撮ろうかな。お、さっき始めた時となんか全然色が違いますね。銀になってる。銀になってる。黒、すげえ。黒から銀になってる。あ、ここら辺黒い。見つけました。見つけた。嬉しいですね、なんか汚れてるところ見つけたら。すごい。手元は映せないんだけど、パンチの表情で楽しんでください。これ、うん、なんかあれっすね、モニター見ながら何かやるっていうことがめったにないんで、うん、手術してる気分が。新鮮っす。はい。うおー、車が喜んでる。
モーリーさん車から声聞こえないですか？聞こえるよ。気持ちいいって言ってますよね。うん、下からしっかりよ。おら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 。だろう。あ、水がなくなってしまいました。はい、あっという間ですね。排水してみましょうか。もうパンチが落としたよこれ。おお、だいぶ綺麗になってる。綺麗になってる。ゴミはまだちょっとあるけど。はい。あ、ほぼ透明。オッケーですかね。ほぼ透明。これが1回戦、2回戦、3回戦、4回戦、5回戦、6回戦、7回戦。でも本来ならここで終わってるはず。本来なら3回で終わって、4回延長、倍以上やってる。一応ファンが汚れてましたね、やっぱり。ファンが汚れてますね。エアコンフィルターがないので、うん、ファンがフィルターになってたんだ。ファンがフィルターになってる。よし、じゃあこれで完了ですか？はい、はい、次に車内消臭バズーカ、はい、車内消臭の方やっていきます。お願いします。お願いします。もくもくマーク。おお、すげえ。それでダクト内水洗いができないので電装関係ができる。なるほど。除菌消臭で。ああ、この出てるのもなんか特殊なんですか？これはそうですね、自社で分解したジア塩素酸水。あ、つくんだよ。つくんだよ。アルコールなので。アルコール、アルコール酸水なので害はないんですけど。これどうやってつけるんですか？これだってあっちから多分出てくると思う。へで、こっちもエンジンかけてブロワーファンが回って吸っていくので、このヤバボレーターの方まで除菌消臭していくっていう感じで。完全除菌ですね。そうですね。モクモクマックス、こっちから押さえることによって。あ、モクモク好きや。おお、すげえ。除菌されていく。こっちも出てる。なんか神秘的。確かに。なんか、ここまで煙が出たら、めっちゃこのクーラー冷えてると思う。そう、湿度やめよ。これでダクト内も OK ってことですね。そうです。除菌だろ。これどんぐらいやるんすか？これ大体、5分ぐらい。次は、こっちから吸わしていきます。はい、お願いします。ここでエンジンかけますか？はい、回るので。あ、なるほど。はい、エンジンかけます。おお。めっちゃ吸われてるよ。めっちゃ吸われてる。見えないね。回ってる。水蒸気だから、多分入ったらもう消えるんだ。おお。うわあ。うわあ。すいません、なんか。フィルターってあります？あ、フィルター今ちょっと買ってきました。フィルターは自分たちで買わないといけないです。はい、これオートバックスの方に。ありがとうございます。2000円ぐらいでしたね。安かった。2000円ぐらいですか。これどうするんですか？これは防カビコーティングになってるので、それエンジン止めた後に、あ、またこちらからあ、かけてくる。はい、カビしないように。痛くないですからね。大丈夫でしょう。いいですよ。ちょっとかけて、あ、すぐ終わりますからね。あら、すっきりしたって。こっちも入れていきます。エアコン内部に防カビ剤を塗布しています。フィルターにも防カビコーティングします。お、かわいい。これかけたら安心だね。はい。さあ、はめていく。はめていきます。OK ですか？はい、これでエアコン掃除終わりです。こうですか？はい、ありがとうございます。これ消臭バズーカ。はい、バズーカ気になるな。バズーカって。確かに綺麗だった。見て、元通り。すごい。これで完成です。一回クーラーつけてみることって大丈夫ですか？ですか。じゃあ、ちょっと車内閉めてクーラーの感じを。これから空気清浄が終わって、初めてのクーラーかけます。はい、うん、お、匂いしない。すごい。もうここでもわかる。全然オキアミの匂いしなくなってる。確かに。オキアミの大の字もないっす、これ。すごいね。あ、なんか、なんか若干いい匂いする。清潔感のある匂いって感じの。上等。冷える。
涼しい。すごい早いね。いつもより早くない？なんか冷えんの。でも空気が綺麗さが一番かな。空気が美味しい。外より息しやすい。確かに。フィルター効果と洗浄効果だよこれ、うん、これさらに車内も除菌やるって言ってるんで、お願いしよう。楽しみですね。ぜひ。ここまでが洗浄の終わりですね、はいはい、空気の、はい、これ今から実はオプションになるらしいんですよ。でそれが車内の消臭バズーカ。バズーカ。バズーカ。でその機械がこちらで洗剤をかけて、はい、フィルターオールで拭き取っていく。あ、内側をシートとか、まあ、洗浄とか、うん、車内全体です、ね、はい、ですシートにもね付いてると思う。いっぱいの思い出がついて全然巻き餌とか堤防とかね、踏んづけでも損耗多少なりね、それもこの汚れが出てくるんですか。そうですね、色で出てくると思うので楽しみ。ちょっと恥ずかしくなってきたね俺たちこんな汚いの乗ってたのかって、ね、始めていきます。お願いします。お願いします、はい。これは洗浄はまた違う洗浄なんですか。そうですね、独自で開発した。独自開発するの大好きですね。そうですね。でレザーでもにも対応できるんで。レザー、レザー、はい、こういうシートだけじゃなくてレザー、シートにも大丈夫。変わって洗えないイメージだったんだけど。あ、それは安心だね。うん、これを比較していこうな。あ、上も、上も、ちょっと見えづらいですけど細かな霧が出てますね、透明の。湿ってる、湿ってる。これでタオルで取っていく。匂いのもとと汚れを。こんなって吹いたこと一回もないよ、車。車の中って吹くんだって思った。確かに。発想がないな。これ途中経過見てしまいました。拭き掃除してこれ。今助手席しか終わってない。これやばいな。汗もあるっすよ。汗と、まあ、皮脂油汚れ。あ、それはある。おじさん臭する。みんなの、みんなの出汁が。ああちょっと嗅いでみましょうね。嗅げるんだ。無臭っすよ。無臭。はい、飲んでみたら。いや、ちょっとこの出汁は飲めない。飲めないっすね。飲める出汁と飲めない出汁なんだ。また出汁が取れましたね。すごい出汁ですね。すごい出汁。大体あれですか、一般ご家庭もこのぐらいは汚れは。やっぱり男の人が仕事で使うやつのは結構汚れてるケースが多い。あ、なるほどなるほど。砂ぼこりとかだと思うんですけど。じゃあまあ YouTuber らしくて。やっぱり仕事した証だと思ってくれれば。確かに。またあのフレッシュな気持ちで撮影できるね。はい、新しい風が。うんうん、フレッシュな気持ちでこうピロさんのとこ行くんだけど、絶対喜びますね、ピロさん。ね。これからじゃあ、モクモクマックス、はい、はい、車内の方を、車内の方を除菌、消臭していきます。これでだいぶおきわみが消えればな。はい。車の中がどんどん見えなくなっていってる。パンチ見て。こんなから。全然見えなくなってきた。前からも見えない。なんか車の中がこんなに煙だらけになってたら不思議な感じしないですか。じゃあこれで黙々にして、ちょっと時間を置くそうです。はい。はい。はい、で一旦煙を溜めとくんですか。煙がなくなるまでで置いて、それからまた拭き掃除っていうんですか。あ、そうですね。OK、落ち着くまで待ちます。はい、最後に拭き取っていきましょう。はい、煙が落ち着いたということで拭き取っていきます。はい、はい、終了ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんか掃除してもらうのって気持ちがいいね。はい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。工程は完了ですね。どれぐらい時間見たらよかったんでしたっけ。時間は2、3時間見てもらって、まあ、汚れ具合とか。なるほど。それちょっと長くなるかなっていう感じ。 OK です、はい、一応今回は撮影の時間も含めたらちょっと4時間ぐらいかかっちゃってるんですよ。だから別にこのカメラでね、待って待ってとか言わなければ本当に 2、3 時間でちょっと終わるのかなということですね。これで大体次いつお願いしたらいいですか。推奨は2年に1回。あ、2年に1回車検のタイミングとかでかなと思います。あ、なるほど。一緒に車検と合わせたら楽っすね。そうですね。あ、確かに確かに、はい、目に見えない部分ってやっぱり汚れてたら絶対やった方がいいですよね、うん。金額の方はね、概要欄の方見ていただければ、もしくは門口さんに直接連絡もできる仕組み作りましょうかね。 LINE アカウント作りますので、沖縄県内の方であれば直接門口さん、あ、今日はこれやった方がいいなと思った。相当自分も思いましたね、うんうん。まあ、どんどん空気清浄機のさ、なんか意識も変わってきてるじゃん、空気きれいにって。だったら車も同じやんって、ね、沖縄車社会だから。そうすると余計沖縄県の人はやらないとね。はい、じゃあ今回は空気の洗車屋さんの門口さんとギマさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回は DS のエアコンの嫌な匂いを空気清浄してもらったでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。